今回は中村女流棋聖のネット後の対局見ていきたいと思います。今回の対局相手は台湾の四段のプロの方ですね。この方はですね先日行われた先行カップでもですね代表で出てた方なので台湾のトッププロの方ですね。黒番が台湾のプロの方で白番が中村女流棋聖ですね。 で、こちらに打ちまして桂馬に打ちましたねで、切ってで、ここで隅をね切り取りましたねで、つけて、駆けついてこちらに打ちましたね まあこれはま,あまずはね自分の位置が弱いのでまず左下の白を補強してまあゆっくりねまとりあえず黒今状況として黒弱い石が2つあるんですよね真ん中に弱いし2つありますからまあどちらか攻めれればいいということですからねまずは自分の弱い石ができないようにするのが大事ということですね。こういう手に対して飛びで間を裂いていきますんで弱いし黒。 二つありますから、これ白がね、主導権取っている展開ですね。まあ、というのもですね、黒はですね、四隅取ってまして、実利先行という作戦なので。まあ、これはお互い作戦通りということかなと思いますね。打ちたいようにお互い打っているのかなと思いますね。で、これは足早な一手でしたね。これは状況によっては、ここの、まあ、三目ね、この状態なら、まだ。 軽いといとう判断ですかねこれ以上もうこれ逃げ出してしまうともう絶対捨てれない石になってしまいますのでこれはもう状況によってはこのこの3つはね捨てるということですね。ちょっと全部頑張りきるのは難しいということで、まあ、これであれば弱い石1つということになりますからそういうことですね。もう黒はどんどんね地を稼いで足早に打ってますね。 でこの手がいい手でしたね。これはね3目ね小さく取るならもう黒が捨てますよと言ってますのでもうこちらに打ってこれで大きくね取ってしまうという手ですね。で黒もちょっと逃げるのはしんどいということで大きいところを打ってますね。でここから白の宇宙流ですね。 真ん中のね戦いがこれどうなるかですねでこうやって結構ね分断することができましてここの黒結構危ない危なくなったんですよねただ黒もまあここで得してますのでまあここのしのぎ具合の勝負になりましたねこれはどうなるかですねまあこれは状況としては黒が先に得してるわけなので。 でここで得してますので、まあ、この黒しのぐことができればこれは黒がねはっきりポイントを取ったと言えるのかなと思いますね。ただこ,れこの黒がこのままね全部無条件に取られてしまうとそれは白がはっきりポイントを取ったと言えるかなと思いますね。白としても先に損してるわけなので簡単に生きられたくはないですよね。 ただここにね滑る手があってねどうなるかですよねただこれでこの時にねまあ隅をねこれアテで頑張ったんですけどねこのつけが厳しかったですね付けられるとここの黒が結構これ危ないんですねまあここ隅ね跳ねた手でですねなんか真ん中危ないので守ってる手は あったかなとは思うんですが、ここ跳ねられるのが大きい、大きいという判断ですかね。これお互いの根拠の予定なので、ここを打たれるとやっぱちょっと黒が、まあ死ぬことはないんですけど、結構辛い形になりますよね。だこれ勝負手で,ですね。ちょっとこれ、ここ当てたということは黒が形勢悪いと見てるのかなと思いますね。 ただですねこれつけがいい手でこれ真ん中の黒が死んでしまいましたねこれは部分的に生きてないですねこれこれはあの無条件で死にましたねでまあここの黒が取られまあ結果なんですがここの黒が全部無条件で取られてしまいましたねただですねこれ黒明るい判断でしたねあの下辺をねこれ全部地になれば飛び 飛び結構勝負手だと思うんですけどこれで勝負しようということですね。この下辺が全部角黒の地であればまだ勝負できるということでまだまだ決戦難しいですね。とりあえず今あのこの真ん中の戦いは白が、うんまあ、ポイントを取ったと言っていいかなと思いますね。白がポイントを取ったと言っていいかなと。で下辺がどうなるかですね。 でこれでなかなかね、まあ、3子はね取れるかもしれないんですけど全部取るのは難しいということですかね。でこうやってこれでなんとなく生き形になってきましたね。で黒はもう下辺は取れないと見て右辺にね狙いを定めましたね。ただこれもですね一応これで。 まあなんか全部は取れなさそうなんですよね。真ん中空いてますからね。ということはですね、一応白がそんなに損害がなかったので、ここはですね、白がはっきり下辺のシノギがうまくて、白がはっきりポイント取ったかなと思いますね。結構いい形で生きることができましたんで、で、真ん中、右辺ですよね。右辺も頭出してます。 弱いしがそんなにないですよね。でここの時点で白を優勢と言っていいのかなと思いますね。でこれは大きいですね。まああのウをね助けたてですねで。ここで一手バックしたんですけどね。次がいい手でしたね。 で、どんどん真ん中を補強して、でこうやって、もう寄せに、弱い位置がないので寄せに入りましたね。で、これも下辺も無条件で、スペース足りてますので、無条件で生きてますね。で、これ当てた時にですね、これが大事な手ですね。ここに打つのがいい手で、この当てが効いてますので、 これついで真ん中が結構白の大きな確定時になったのでこれ分かりやすくね調整になったかなと思いますね。でここに打ったところで黒が投了して白の中押し勝ちとなりました最後は慈愛いの差が慈愛いのリードがですねはっきりしてるということで。 もう逆転は難しいということで取れも仕方ないという判断だったかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。